皆さんこんにちは、さちです。動画をクリックしてくださってありがとうございます。どうぞごゆっくりご視聴ください。今日の話題は、今週末にニューヨークに向かわれる小室ご夫妻について、ニューヨークシティに32年住む日本人としてちょっと違う視点からお話をしたいと思います。 YouTube の動画や SNS などで、小室さんあるいは小室ご夫妻は皇室特権を利用しているといった論調がありますが、本当にそうなのかを事実をもとに2点考えていきます。まず最初に申し上げたいことは、私は天皇家の弥栄を願う一国民であり、日本に皇室があることを大変誇りに思っているということです。日本にいた時にはそれほど考えませんでしたが、異文化のニューヨークで生活を重ねるに従って、日本人でよかったと思うことがたくさんあり、そのバックボーンには天皇家と日本の長い歴史があると痛感しています。一方、お二人のご結婚に対しては多くの皆様と同様、様々な気持ちがあります。しかし、すでにご結婚なさってお二人の人生を歩まれていらっしゃるので、どうか皇室離脱された眞子さまにおかれましては、安全で幸せで充実した人生を過ごしていただきたいと心から思います。小室圭さんに対しては、ご結婚なさるまでは批判的な気持ちが勝っていたことは確かですが、ご結婚なさった以上、どうか気概を持って眞子さまを守っていただきたいという気持ちです。ですので、私はアンチ派でもなく擁護派でもないつもりです。どちらかに傾いているのかもしれませんが、なるべく中立な目でお話をしたいと思います。では早速、これは皇室特権ではないか、ロイヤルパワーの利用ではないかなどという論調で指摘されていること、2つを見ていきたいと思います。1つ目、小室圭さんの奨学金です。授業料全額免除、学年で1人といういわばトップの学生に与えられる奨学金ですね。これについては確かに特別な扱いだと思います。一般論ですが、奨学金というものは国民に与えるものであり、外国人の枠は非常に狭いです。私がコロンビア大学の大学院生だった時、いろいろな奨学金があると思って申し込みに行くと、外国人には出せないと言われました。確かに奨学金というのは、将来国のために働き税金を支払う人を育てるもので、外国に帰ってしまう人に与えても、それは寄付金や税金が無駄に使われたことになってしまいます。私の場合は TA ティーチングアシスタントとして、コロンビアの学部学生の授業を受け持ち、1ヶ月にほんのわずか、だいたい2万円ぐらいをもらうというのが唯一の収入でした。なぜそんなに少ないかというと、学生ビザでは働けないからです。フルタイムで授業を取り、勉強の一環として少しだけ教えて少しだけ収入を得るというのが外国人学生の基本でした。私の場合はもっと働かないと生活が立ち行かない状態でしたので、学生課に相談してフィナンシャルクアンダリー、つまり経済的な苦境に立っているという説明をして、それを証明する書類を出し、学費や食費を稼ぐために働いても良いという許可、ワーキングパーミッションを出してもらいました。これがあるとアルバイトあるいはパートタイムで働くことができます。さて、奨学金の話に戻りますが、外国人が授業料全額免除となると、ダントツの成績のものか、あるいは他の才能や目立った活躍があって、その大学にいてほしい学生にしか与えられません。ではフォーダム大学が小室圭さんにどうしてもフォーダムで学び卒業生となってほしかったかというと、これは全くイエスです。ただ日本の感覚とはちょっとイエスのニュアンスに違いがあると思います。これは皇室特権、ロイヤルパワーの恩恵だというより、大学のマーケティング戦略だと考えられることなんですね。例えばこちらをご覧ください。これは先月ニューヨークの地下鉄でも一番短いシャトルと言われる S ラインで撮ったものです。実は内部も同じようなデザインで統一されていました。これは何かというと、大学の宣伝です。ジョージア州アトランタにあるエモリー大学のコマーシャル車両でした。エモリーの新人生募集キャンペーンで使われている Thinkers think and doers do, we are both、 そのまま訳すと、考える人は考える、やる人はやる、
私たちは両方、もう少しこう意味を加味して訳すと、哲学者は考える、実行者は実践する、我々は両者だ。これはつまりエモリー大学というのはアカデミックとプラクティカル、学術と実学、その両方が学べますよというキャッチフレーズなんですね。ホームページにも同じようなデザインで同じ言葉があります。大学の宣伝というのは日本でもあると思いますが、このように地下鉄の全車両を外も中も使って大々的に宣伝するというのはあまりないのではないでしょうか。私はテレビの契約をしていないので今現在のことは分かりませんが、1989年から2016年頃までのテレビコマーシャルでは大学の新入生募集をよく見ました。さて、こちらのワシントンポストの記事、これはこの女子学生が大学を選んだきっかけは大学から送られた勧誘メールだったというエピソードから大学のマーケティングについて書かれています。実際アメリカの大学はマーケティングとブランディングに大変なお金をかけています。ブランドコンサルティング会社のカンターによると、2019年には全米で 2.2 ビリオンドル、約2500億円が大学の宣伝費に使われ、2021年の第一四半期、1月から3月ですね、には870ミリオンドル、約990億円がすでに使われているとのことです。第一四半期だけですから、2021年はこれの4倍、つまり4000億円ぐらいになりそうということですね。個別に見ますと、サザンニューハンプシャーユニバーシティは2019年に144ミリオンドル、約160億円を広告費として計上しています。ウェスタンガバナーズユニバーシティは144億6千万円ぐらい。ユニバーシティオフマリーランドグローバルキャンパスは570億円を6年間のマーケティング費用に充てるとしています。有名な大学でも同様で、コロナ禍で一躍世界的に有名になったジョンズ・ホプキンス・ユニバーシティは、もともとアメリカ国内で最高ランクの医学部として誰もが知る有名大学ですが、それでも2019年に34億円ほどをマーケティングにかけていますし、コロンビア大学でも15億円、スタンフォード大学では12億円ほども使っています。そして多くの大学では当然マーケティングの専門家を雇っています。なぜこんなに宣伝広告にお金をかけるのか、それはひとえに多くの学生を引きつけて財政を安定させるためです。卒業生に有名人がいることは大学の魅力をアップします。多くの有名人がさまざまな大学から名誉博士号をもらうのもマーケティングの一つです。フォーダム大学は中堅の私立大学ですが、日本では小室さんが入学するまでその名前を知らない人の方が多かったのではないでしょうか。私はたまたま知っていましたが、それは友達の友達が卒業した大学であったことと、12年ほど大変近くに住んでいたからです。ちょっと説明しますね。この赤の丸が私が前に住んでいたブロードウェイの70丁目、黄色の丸がジョン・レノンと小野洋子さんが住んでいたダコタハウスで、オレンジの枠が練習とレッスンに通っていたジュリア音楽院、緑の枠がメトロポリタンオペラハウスやエイベリーフィッシャーホールがあるリンカンセンター、そして青の枠で囲んだところがフォーダム大学のマンハッタンのキャンパスです。近くに住んでいましたので、フォーダム大学の学生と交流することもありました。さて、フォーダム大学の名前は今や多くの日本人に知られるところとなりました。それどころか司法試験の合格率や奨学金の詳細なども知られています。小室圭さんが入学卒業しなかったら全然多分知られていませんでしたよね。小室ご夫妻のニュースは中国や韓国の新聞でも報道されていますから、ものすごいマーケティング効果です。免除になった授業料1年分は650万円ほどと言いますから、先ほど例に出した大学の何十億円のマーケティング費用に比べたらほんの小さなものです。何が言いたいかというと、小室さんの奨学金は皇室特権を使って得たというより、アメリカの大学の熾烈なマーケティング競争の中で大学側が積極的だったというのが事実ではないかということです。まあ、どちらの方向から見るのかということですし、それでも特権を使ったことになるのかもしれませんが、私はアメリカってこういう国なんだ
と思います。それにセレブなら誰でも良いわけではありません。アメリカでも不正入学は厳しく罰せられますし、セレブが自分の子供を有名大学に入れようとして不正、特にスタンダードテストの結果を書き換えるという捜査を行い逮捕されたという過去のニュースもあります。有名人なら誰でも良いというわけではなく、その大学のレベルに達していることは必要です。じゃあなぜ司法試験に落ちてしまったか、これは小室さんに頑張ってもらうしかないですね。何しろ英語が母国語でない外国人が超専門的な試験を受けるのはとても大変です。2017年に知り合いのお嬢さんが同じ司法試験を受けて合格しましたが、彼女は東大の法学部を出た日本の弁護士で、コロンビア大学のロースクールを卒業し、司法試験まで大変な量の勉強をこなしていました。7月にテストがあるのに4月に長い説明文を出していた小室さん、本当に司法試験を受けるのだろうかという気持ちになりました。もしかしたら少し甘く見ていたのかもしれませんし、第二外国語の壁があったのかもしれません。次は本当に頑張ってもらいたいと思います。2つ目、ビザの問題です。いくつかの動画で就職先の法律事務所からビザが出る予定だったが、司法試験に受からなかった今ビザは出されないのではないかという話がありました。私はこれはちょっと違うかなと思います。 F1 ビザ、学生ビザを持った者が大学や大学院を卒業すると、オプショナルプラクティカルトレーニングという期間が与えられ、卒業後は1年間学生ビザのまま働けます。小室さんは卒業したのが5月ならば、来年の5月まで OPT の期間に当たっています。この間日本にも帰ってこれるし、アメリカに戻ることも自由にできます。もうすでに手続きは始まっているのかもしれませんが、これから就職先の会社に相談しながら働く資格のあるビザの申請に協力してもらうことになると思います。ですから今回特に皇室への忖度があってアメリカに帰れるわけではないと思います。眞子さまのビザについてはもしかしたら特別な計らいがあったのかもしれませんが、それがなくても観光ビザで3ヶ月の滞在は大丈夫ですし、3ヶ月後にアメリカを一旦出て、例えばカナダに行って帰ってくればまた3ヶ月有効です。それ以外にも何らかの活動をする、ビジネスをするといったレターがあればもっと長くいられる制度もあります。いずれにしてもビザは非移民の一時的な滞在資格ですので、ずっとアメリカに住むのであれば永住権、グリーンカードが必要になります。まとめると、そんなに早くビザが取れるわけはない、これは皇室特権を使ったのだという論調に対しては、小室さんは OPT があるし、眞子さまも当座は手続きが複雑なビザは必要ないのではないかと思います。それにアメリカがビザに厳しい理由というのは別にあります。それは一言で言うと、悪い人に入ってきてほしくないということです。テロリストやスパイには入ってきてほしくない、お金もなく仕事もないならアメリカに本当は来てほしくない、それより身元がしっかりしてきちっと税金を払ってくれる人、アメリカのためになる人ならどんどん入ってきてほしいのです。ですから元親王殿下の入国を却下するわけはありません。それを皇室特権だというのは、先ほどの奨学金の話と同様、私にはなんだかピンとこないなと思えます。他にもいくつかありますが、今日は皇室特権と言われている2つのことについて思うところをお話しさせてもらいました。最後までご視聴くださってありがとうございました。もしこの動画が良かったよと思われましたら、高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。本日もどうぞ良い一日をお過ごしください。